共通点っていうのはあんまり見つからない人だなとは思ったので、彼女のその生い立ちだったり抱えてる悩みっていうものをなんかこう横に寄り添って少しでも理解をして、でそれを自分なりに表現するっていうことを意識しながら、撮影に参加していたなと思います。そうちゃんはですね、結構こうチャラいんですけど、その中にもこう温かみのある優しいところだったり、そういうところはなんか僕もこう共感できるというか、あとはこうなんだろう、こういう人いるなっていうのを想像でやらせてもらったかなっていう感じですね。いきなり告白されるような経験はないんですけど、はい、やっぱこう僕普段はグループ活動してるので、ファンの方が好きですとか言ってくれたりして、そういうのは本当にありがたいなと思いますし、ファンの子に言われたりすることはあります。じゃあちょっとこうすごい嬉しそうでしたね今。嬉しいですよやっぱり言われるのは。今ハート送った方がいいですよ。好きって言われるのはやっぱりね、誰でも嬉しいことだと思うので。そうですよね、はい、引き続きたくさん言ってください。撮影のない時間は佐賀にある図書館、ちょうど映画の中にも出てきた図書館でずっと過ごしていたので、なんかこんな素敵な場所がある佐賀って私ももっと長くいたいなと思いながらずっと過ごしてましたね。空き時間に僕温泉調べて温泉に行きましたね、近くので。温泉行ってサウナ行って、で本当朝方に行ったので周りが結構おじいちゃんが多くて、なんかこうおじいちゃんと会話してて、なんか佐賀そのすごくいい温かいところだなっていう印象はすごくありますね。本編に出てくる2人が喋ってるサウナの話はあれ全部アドリブなんですね。アドリブです。なんか監督に喋ってくださいって言われたんでサウナ行ってきたんですって言ってた話をずっとしてたのがそのまま使われてます。そのまま